い、どうもねです。最近我々 JK の周りではタピオカが流行っております。え？ JK じゃないって？でですね、今回は懐かしいよ、魔法を使ってお風呂の玉をタピオカに変えちゃいたいなと思います。え？魔法が使えるのかって？見ててね。チンチロチン。はい、マッチングしました。バッテラストリート。私たちのチームは、ピンクチーム。よろしくお願いします。これタピオカになってんのかね。何これ。なんじゃこりゃー。うわ、えぐい。やっとー。あ、これシールドあったの忘れてた。うわ、強い。なんだ今の。タピオカに勝てるぞ。これエグいべ、多分。ほい、うわー強い、うわー強い、うっ、ギリギリよこれ。うわー危ねー、強い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 、よいしょ。この上とかめっちゃいそうじゃない？どう？あ、うちのチームが塗らないでもう前に来てる。俺のせいだ。あと一発。うわい、オッケー。助けて。もう何これ。これこれこれ。と、いろいろ飛び交ってますね。落ちてきた。やばい。あくそー。飛び交ってるなー。いろいろ飛び交ってるなー。ちょっと今のうち塗ろっか。攻めすぎたね。俺が攻めすぎたからみんな前がかりになっちゃった。あえて塗ろう、ここは。ここあえて塗ろう。いいね、スペシャル溜まるの。一応ね、メイン性能をあ、じゃメイン効率をね、めちゃくちゃつけてるんですよ。だから全部メイン効率だわ。めちゃくちゃ使えると、泡がめちゃくちゃ使えるという状態になっております。塗るときもさ、壁使っちゃえば結構出るんよな。まして意外と塗りづらい。あ、敵降りてくるかな。これのさ、ひどいところがさ、塗り終わってインクがなくなってからもう、雨でインク回復してまた、できちゃうことなんだよね。おぉ、すげえな、敵が。今、1対1。うわぁ、すごい！あ、こんな感じ。やばい！自分を守りつつ攻撃だね、これは。オッケー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 。そこからラスト。あっちだ、上だ。うわぁ、痛い！よいしょ！くれくれ、あー走る、うぃータピオカ、タピオカやられた、たまるか。あ、オッケーオッケーオッケー、勝ったんじゃん。おお気持ちいい。どうしたジャッジ君、その体。勝った勝った。1300塗れたんだ。結構塗れるな。あ、来た！タピオカ来たぞ！俺タピオカだ！今タピオカ持ってる！ JK 大好き！ JK 大好きって、俺が JK 大好きみたいな。なんかちょっと気持ち悪いな。気持ち悪くないわ。JK 大好き。変態だね。変態だわ。で、これで俺 JK 大好きタピオカ持ってることになってるから。今タピオカの武器を持っています。私たちのチームは今タピオカの武器を持っています。完璧になる攻撃。おい！上から通したね。これ狙われてるね。お、逃げたか。じゃあもう敵陣地行っちゃおっかな。ピンク垂らしといて。雨も垂らしときましょう。オッケー！巻き込んだぜ、事件だぜ。みんな、ああ、俺だもんだ。みんなついてきてくれた。よしじゃあ、あと味方に任せてちょっと塗ろう。メイン効率をね、いっぱいつけてる自分がね、塗るべきだと俺は思ってる。メイン性能はつけてないんですけどね。どうせならタピオカいっぱい。で、気持ち悪くない？インク絶対。俺が見てる画面はさ、みんなと多分ちょっと違うんだけどさ、これ今タピオカになってるはずなんだ。多分タピオカになってない？これ。
どうみんなこれ。タピオカなってる。すごいっしょ。でもさ、タピオカって言ってもさ、いろんな種類のタピオカありますよね。黒だけじゃなくてさ、俺が知ってるのは黒なんだけど。いるかもな、これ。いるね。はい、オッケー。さあ、雨も黒になっております。じゃあ。暗え。もう出れないんじゃないかな。うん、オッケー。あ、死ね。危ない。ここにシールド置いといて。おー、いいね、いいシールドだ。おー、危ない。このシールドをうまく使えば死なないから。シールドも黒いんだね、これ多分。あー、いい、今のいいね。まだいるか、敵。あ、いる？あ、そっちか。うわえぐ。うわあ危ねえ。危ねえ。あ、なんかいる。ああ、ありがとう、助かった。だあうわ、泡が飛び交ってるよ。タピオカ飛び交ってるよ。あ、でも真っ黒だね。絶対真っ黒だ、今。きっと真っ黒であろう、今。地図見にくいんじゃないかな。彼倒したいな。あ、危ない。タピオカ、うちのタピオカ強くない？タピオカに強さを感じる。さあ、タピオカ攻撃。ナイス。あ、待って。変な方向から。泡が。だが、うちのチームはタピオカ。はい、雨だ。くらえ。届け。タピオカ届け。届け。イェーイ！最後倒した。お絶対真っ黒これ。よっしゃ。あった。お、また10人倒したよ。旅ってる？旅れてる？旅れてますか？すげえな、画面に来るの怖いね。うおー、一応同じチームだから俺は死なないんだね、タピオカでは。めっちゃ狙われてるけど。いいね、いいね、いいね。いいよいいよ、タピオカ美味しそうだよ。美味しそうだよ、タピオカ。綺麗な色してるよ。ただ眩しい、ちょっと眩しいけど。タピオカやべえ、やばい。ちょっと眩しいな。ちょっと眩しい。カラータピオカ。カラータピオカになった。黒いタピオカだけじゃなくて、色がついてるタピオカがあります。あ、怖い。カラータピオカになった。すごい。これだけでカラータピオカだ。おお。わあ。はい、ご視聴ありがとうございました。なんかね、最近、街を歩いてると、そのタピオカを持ってる人結構見かけるんですよ。特に、新しくできたタピオカ屋さん。あんまりタピオカ屋さん行かないんですけど、お店の前通った時、初めて見る店がさ、すごい並んでて。最近マジで多くない？タピオカ売ってる店も増えたしさ、そもそも知らなかったブランドが急に出てきたり、なんかね、台湾自体がブームらしいよ、今。この動画撮るときにタピオカ使うので、タピオカについて調べてたんですけど、台湾自体が、まあ、ブーム来てるらしくて、まあ一回ね、昔、そのタピオカ流行ってて、流行らなくなって、で、今またね、流行り始めたんですけど、俺が子供の時も流行ってて、で、まあなんか最近台湾がブームらしくて、で、一緒に、その海外進出をね、タピオカ屋さんっていうか、まあ、台湾のお店がなんか、海外進出したみたいで、それでなんか日本にも来て、ブームになってるみたいです。っていう雑学、ちょっとね、話したかったので、時間をいただきました。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。